はい、どうも皆さんこんにちは、よっちーです。今日はですね、令和元年7月16日に発刊された、火曜日エミをですね、読み上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ですね、漢字を見間違えてたらすいません。で、わかんないとこどんどん飛ばしていきますので、よろしくお願いいたします。で、タイトルですね、検証会の言う御有名破壊の疑難を発すっていうところですね。浅井による、法義上の疑難はすでにことごとく崩壊、皮肉の策は言った言わないの低俗議論、小本堂を御有名破壊とするロジックの誤りということでですね、読み上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。浅井が妙観光との炎を逃げる理由っていうタイトルですね。検証会がこれまで主張してきた国立海難論、安茂山、築断説、字の海難論といった法義上の疑難については、ここ30余年余りの、法義論争のごく初期においてことごとく破釈され崩壊してしまっている。このことは検証会員が気づいていなくとも、主会の浅井正英自身は誰よりも分かっていよう。それゆえ、いくら臆病と叩かれ、逃げるなと責められても、浅井自身は絶対に妙観光との放浪に立つことができないのである。かっこ、浅井の法義上の疑難がことごとく崩壊していることについては、近く行商編集室から発刊される検証会破釈講習テキストと、同じ資料集を見ても一目瞭然である。さて、法義的に破綻してしまっている浅井が無知の会員に教え込んでいるのか、小本堂建立は大商人の御有名を破壊するもので、この御有名破壊に宗門も加担したとの主張を柱とした低レベルな言った言わないの議論である。低レベルとはいえ、この妄想にたぶらかされて検証会を正義であると思い込んでいる会員が多いので、意図わずここに破釈を加えておくことにするっていうことですね。小本堂建立が建立された当時の情勢っていうタイトルです。まず問題となる小本堂建立当時の、内外の状況から見ていこう。小本堂建立の計画が持ち上がった当時は、創価学会、二代会長戸田常成氏の号令で始まった植物大行進の学会の布教が爆発的に進んでいた。その およその数を見ると、昭和35年に高商170万世帯であったものが、翌36年には230万、37年には300万、38年には400万、39年には500万と年々に拡大し、すでに日本最大の宗教法人になり上がっていた。そしてこのまま計画通りに教線が拡大すれば、遠からずして1000万世帯、当時の日本の世帯数の3分の1を超え、高線ルフも達成されるであろうという期待が州内に高まっている状況だったのである。こうした背景の上に、昭和39年、池田大作から7年後までに小本堂を建立、予診したいとの発表がなされ、翌40年2月には小本堂建設委員会が発足、周年には小本堂が完成する頃には確実に高線ルフが達成されているだろうとの期待が一層具体性を持って広がっていった。それゆえ、当時のさまざまな発表、発言の中には、新田商人の今や高線ルフ、小本堂が完成した時は大商人のご本意も、教家の儀式も定まり、王具名号して、南明法蓮華経の高線ルフでありますとの期待のお言葉や、学会主導で作成した、極洋主位書の中の小本堂建立は実質的な階段建立であり、高線ルフの達成であると文言、さらにはこれらと、同種子の浅井正英の
すでに交戦力の時は来ております。括弧富士昭和40年9月号、いよいよ異議重大なる小本堂が建立されることになります。海南の大古本尊様が、法安殿よりお出まし遊ばされ、いよいよ大衆の中に、人類の中にそのご姿を徐々に大嵐になる、括弧富士昭和40年7月号などの発言も見られたのである。小本堂以前の言葉はすべて未来への期待というタイトルですね。現行の、検証会員は当時の新田商人、周門、高僧、池田大作等の発言を取り上げて、構成力が達成されていないのに、小本堂をご有名の階段であると言っているではないか、これがご有名破壊だと認めろなどと声を荒げる。だが、ここで、どれどれなどと言って、一人一人の発言や発表の文言の確認に入ってしまうと、検証会のたばかにはまることになるから気をつけなくてはいけない。つまり当時諸々の発表はどこまで行っても、小本堂が完成した暁には構成力が達成されているであろうとの前提の上で述べられた将来への期待の文言に他ならぬものであって、現時点ですでに構成力が達成されてしまったというような事実を曲げての決定ではないのである。実際に小本堂建立の時点で構成力が達成されているか否か、すなわち小本堂が大商人ご有名の階段となるか否かは、小本堂は完成した時点の情勢によって決まる。かっこ無論それをご覧に なって判断するのは時のご商人である。それが当然の道理であるということでですね、ご有名、破壊と言われる筋合いはないというタイトルですね。しかし、いよいよ小本堂が完成するという半年前の昭和47年4月、28日、新田商人は周門の公式決定を発布する訓諭において、最終的に小本堂は高専力の暁に本門寺の階段たるべき大殿堂なり、ただし現地にあたっては、未だ方々と大きがゆえに、安置の訪問会談の大古本尊はこれを公開せず、趣味団は像の形式をもって創建し建て祭るなり、すなわち、未だ法者が多いゆえに構成力が達成されていない。小本堂は構成力が達成、あ、そう、構成力がなされればご有名の会談となるだろうが、今はまだその時でないから、大古本尊も秘蔵のままで公開しないと決せられた。これが小本堂の意義についての日蓮召集としての公式見解である。以来日蓮召集においては未来交付と本門寺階段の実現を目指し、釈迦仏具足を進めていくべきことが、歓迎されてきたのであって、ここにご有名階段などと言われる筋合いは全くない。それでも昭和47年、以前の未来を期待しての発言や発表を取り上げて、高専ルフと偽っただとか、小本堂をご有名の階段だとたばかったなと言いたいなら、前提の浅井の将への発表をどう言い訳するのか、浅井自身ですでに高専ルフの時と言い、小本堂にて、階段の大御本尊が人類の前に公開される、かっこすなわち高専ルフの暁の階段の意と述べているのではないか、検証会を、これもご有名破壊というか、自我同着とはこのことであるということでですね。はい。で、近頃持ち出す言った言わない論もっていうタイトルです。また、なお、言った言わないの議論で検証会が出してくる内容としては、これ以外に大商人のご金言や、昭和39年以前の、ご歴代商人の言葉と、現在の注文のご指導に違っている点があったら、日蓮召集をやめると制約できるかというものがある。これとて日達商人が、朝や何らかの競技場の反駁もなく、ただ戦士がどうの、私が昔言ったと言うだけであります。私は昔言ったことがあるが、今は言わないと言っているのであります。過去昭和50年、4月5日、現来、国立階段ということは、秋暑大商人も、二祖日光商人も、また日木商人も、そういうことをおっしゃって おらないのだから、
元を変えれば国立階段という言葉はこれはなくすべきである。昭和47年6月1日と申せぬように、血脈符号のご歴代上人はまさに、随縁信如の地によって時に応じたご指南をなさるのであり、その表現の違いを云々している限り仏法はわからない。そもそも顕彰会が固執する国立階段についても、昭和2年以降の、4上人が一時的にお使いになった語で、それ以前の上人方の、ご教示中には、片鱗も見られないのだから。よって、このような制約は顕彰会側にとって無茶な注文という以外ない。それがわからないというの言うなら、過去の浅井照英の指導や顕彰会機関誌の発表と前代のご指導発表と食い違いがあったら、顕彰会を脱会すると制約できるかと詰めれば、いくら鈍い顕彰会教学部でも気がつくであろう。浅井顕彰会の昔と今の指導が自己相違していることは、行商編集室発行の退席時の名を詐称する顕彰会の悪意を、発すや、近日発行の、覇釈講習会テキスト及び資料集に詳しい、およそ以上のような低レベルの言った言わない論を振り回す顕彰会員であるが、一切衆生救済と覇者顕彰を掲げる我らは、粘り強い信心と唱題を根本に、いよいよ、顕彰会釈迦に精進したいものでありますということでですね。そうですね、浅井先生自身がもう言ってるわけですからね。で、この訓諭なんですけれども、顕彰会員の皆さん、これ訓諭なんですけど、釈迦理論書に載ってるやつにはもう浅井先生が都合悪くて端折っちゃってるんですよ。ちょっと待ってくださいね。これ釈迦理論書なんですけど、235ページなんですけれども、ここなんですけれども、ここでなんかもうページが終わっちゃってるような感じになると見えますよね。これ、もうここでページが終わってる感じになってると思うんですけれども、で、ここに書いてあるのは、小本堂は一号不愚方付属書並びに三大秘宝書の意義を含む現地における字の階段なり、ただち小本堂は高専ルフの暁に本門寺の階段たるべき大伝道なりっていうことで、ここで終わってる風に見せてるじゃないですか。こっち端折ってるんですよ。これ浅井先生が都合悪くて。で、この続きがあってですね。ただし、現地にあっては未だ方々と多きがゆえに、安置の本門階段の大御本尊はこれを公開せず、須弥壇は像の形式をもって創建し奉るなりって言ってるんですよね。で、高専ルフが達成したら開きっぱなしにするわけですよね、ご本尊様が。ご本尊様がこう見える感じになるわけでしょうね。だけど、もう蔵の形式をもって創建し奉るだから、もう蔵の中にこう、一応しまうわけだから、公開しないって言ってるわけだから、ご有名破壊なんか全然してないんですよね。で、まあ、こういうところなんですよ。だこういうところも載せて、ちゃんと国の全てを載せて、正義を主張するんだったら、まだしも、これ端折ってますからね。で、裏面いきます。やっぱり顕彰新聞は嘘だらけっていうタイトルですね。大胆な捏造とごまかしの束縛機関誌っていうタイトルですね。本誌前後でも明らかにした通り、顕彰新聞の記名記事はごまかしのオンパレードである。で、えー、でもひ
中でもひどいのが、活動報告とやら検証会に都合よく、脚色した、嘘ばかりで、よくもこんなデタラメを言えるものだと毎回呆れされる。その一端を紹介しようというタイトルですね。妙観光破釈との勇ましい報告の真相というタイトルです。まず検証新聞に登場する幹部らの宗門御僧侶や法華行員と対論した際の活動報告の特徴として、1、自分が検証会の主張かっこ浅井の教えを説明したことに対して御僧侶や法華行側には答えられなかったとか、開き直った、青ざめて慌てていたと無理やり揶揄する。2、御僧侶や法華行員側からの道理を尽くした反論や、破釈の、現地を隠して自分がその場で言えなかった検証会の主張をさも言ったように脚色する等が挙げられよう。その、極端な、その端的なケースが、検証新聞6月5日号に搭載された四国の男子部長、川崎康則って読むんですかね、活動報告、妙観光との、吉尾和美市 区、部長かっこ女性と1対1で話し合う約束をしておきながら、後から組織の指示だからと音も同伴を悲願してきた川崎君、ご立派な成果を報告しているが、あまりの事実との違いに、吉尾部長も呆れている。ちなみにこの川崎君が本誌に登場するのはこれで3回目。1度目は本誌、平成29年10月16日号の蛇州破釈レポート見出し、国立海南論火殺検証会員をコッパみじん、最後は、逃走が忙しいからと逃走。2度目は平成30年2月1日号の、緊急投稿かっこ見出し検証会男子部幹事の大嘘発表に呆れるである。今回の検証新聞を見れば、川崎君は冒頭で東京在住の、吉尾らが四国の検証会員宅やその職場まで押しかけることを繰り返していたので、宗門のご夢破壊の題材をつんざくべく、3月に私と、小山隊長と訪問してまいりましたという。検証会員宅やその職場まで押しかけ、うんぬんとは聞き捨てならない。吉尾部長はそのことなら川崎君自身から直接言われたときに、職場なんて知りませんよと言ったら川崎君自身も納得して、では職場に来たのは妙観光ではなかったのかなと言っていたくせに、なぜこんな話になるかと呆れている。また川崎君は初めに、こちらが 国立会談を主張された歴代商人のご指南をもとに、国立会談こそご有名であると論じていきましたが、宗門が国立会談を否定したことについて中略問い詰めましたなどと、さも自分が、理路整然と論じていたかのように格好つけているが、実際は差にあらず、彼は検証会で用意したプリントを広げて、これを指差しながら、ここで戦士が国立会談と言ってるぞ、これはどういう意味だと、と説明もせずに、指差し質問を、操り返しただけだったのである。いきなり短い切り文だけを見せて、これはどういう意味だと問われても答えようがない。そこで、吉尾部長は川崎君のずさんかつ熱量不足の、態度を一蹴し、そもそも検証会で国立会談ってどういう意味ですかって逆に質問した。すると川崎君は前回の対論で懲りて回答を用意していたのか、国が設立運営するという意味ではない、国民の総意民意ということだと答えてきた。これに対し吉尾部長は、ではわざわざ国立会談などという言葉を使う必要はないではないかという切り返し、さらにこういう事態にそぐわない言葉に執着するとおかしなことになるから、新田町には今後は国立会談の名称を使用しないと決められ
たのですよと教え、新田商人の申せと検証会が帰化とする昔の西順商人の申せ、括弧国境樹立こそ必要、国家的に階段が建立等に、天地相違の違いなどないことや、新田商人が申せられた高専ルフの定義、各ご本尊に重心かつ確実な信心を持って、お題目を唱える人が3分の1以上いる状態についても、なぜ3分の1かを、親切丁重に説明してあげた。ところが、検証会の洗脳で頭が固まってしまっている川崎君には、元より理解不能で、話の途中でせせら笑ってみたり、言った商人を誹謗してみたりと、とにかく道理を心に入れようとしない。この道理を通じない相手に対しても、吉尾部長は辟易することなく、根気強く釈服してあげたのである。その顛末の途中をつまんで都合よく、つなぎ合わせてみたり、悪意を持って大胆に事実を歪曲して発表してしまうのが検証会の常套手段なのである。微妙に嘘や誇張はない。川崎何がしも認める。なお川崎君には2度にわたって自分の言動が本心に取り上げられたということについて、内容を大胆に捏造して搭載したことも吉尾部長に詰めましたなどと述べているが、検証新聞と違って本社は絶対に捏造などしない。その件で川崎君が吉尾部長から読者に分かりやすく伝えるために話の順序や言い回しを変えたり説明の文言を補足することはあっても、内容そのものを作り上げたりはしていない。実際内容はそのまんまだったでしょと言われても苦笑いしながら暗黙の了解をしていたのではないか。会内で自己保身のためか何かは知らないが、大胆な捏造は報告ばかりにしていると、いずれ自分で自分の首を絞めることになるのであろう。検証会員の皆さんにしかと忠告しておくということですね。で、1月辞を辞めたいという組長の発表も嘘ばかりというタイトルですね。検証新聞の記事が嘘と誇張と事実歪曲で塗り固められていることは、次の一件からも推量されよう。同じく検証新聞6月5日付の、男子部組長河合、高幸君の一文である。河合君によれば、自分は芸能事務所に入ったことをきっかけに有名シンガーのバックバンドのドラマーになり、フリーのミュージシャンとして活動し、成城秀樹の付き人もしたことがある。かつて営業職をしていた時に1月中の保険行員となったが、脳梗塞を患って左半身が麻痺した。その時検証会に入ったのだとか。職業転々の経歴はさておき、要は芸能関係に身を置いたことがある という前歴を履歴することで、次の話に信憑性を持たせようとしたのである。河合君曰く、周門では芸能人が誤解表を受けるときには僧侶のすぐ後ろに座席が用意されているという優遇ぶり。それもそのはずで、芸能人の誤解肥料と供養は数十万円から数百万円と高額で、中略、特別扱いされておりました。中略、職業坊主と化した周門の実態を目の当たりにした思いになりましたと。これが本当に河合君が自分が言ったことなのか、それ自体も疑わしい。そもそも誤解費のご供養は、芸能人であろうと誰であろうと一律2000円である。数十万円から数百万円になると悪意の印象をつけて誤解費を受けたこともない検証会員をたばかってはいけない。さて、この原稿を書いた、かっこ読まされた河合君であるが、1月1日の法華行員だった河合君が平成21年に1月1日の出版物に、祈祷した文章によれば、自分が入信したのは平成15、6年頃のことで、初心の功徳に感激しながらも、その後長らく休眠期間（括弧退転）を得て、平成21年にご本尊をご安置するも、可愛がっていたさらにご本尊様をご不敬されてしまい、その厳罰である朝突然吐き気やめまい、
アクサン、アクサンって読むんですかね、これアクサンって読むんですかね、に襲われて病院にいたという。これが検証新聞では、ご有名杯の注文では苦毒などあるはずもなく脳梗塞になったというのであるから呆れるばかりである。検証新聞に発表される体験をそのまま信じてはいけないという実例だ。最後にもう一度言う。検証新聞の記事は核も嘘で塗り固められている。そのいちいちに検証が必要な新聞、必要な新聞というのは、使命の由来ではないかと思えてくるのであるということですね。はい、まだまだいきます。札幌で起きたことですかね。またも検証会、副教学部長らが教体演じるっていうことですね。30人を率いての異常事態に警察官も出動っていうタイトルですね。不都合だったはずの伊藤が登場っていうタイトルです。本誌報道ですっかり有名になった、検証会副教学部長の伊藤新信、読めないですね。伊藤が7月6日、今度は札幌で大集体を演じた。妙観光の行員2名、かっこうち1名は女性を伊藤が率いる検証会男子部約30名が路上で取り囲んで大騒ぎし、警察も出動する事態となったのである。取り囲まれた妙観光員とは、東京から行った、斉藤志郎宿幹事と小川千恵宿幹事の2名で、この日2人が札幌に着いたのは訳があった。話は、今年5月に遡る。神奈川県在住の小川宿幹事と札幌市在住の妙観光員、谷藤さんが、一緒に札幌の検証会隊長、長島、読めないですね、7名を釈服した際、絵名を4月5日号に搭載された公設時対検証会の記事全文、かっこ伊藤副教学部長の集大を報じたものを読み聞かせたところ、たまたま長島の直属の上司が伊藤だったため、伊藤とも相談した上で訪論を持ちかけてきた。訪論のテーマは、公設時対検証会の絵名記事が嘘か本当か録音データを聞きながら判定するというもの。こんな馬鹿げたテーマの訪論など聞いたことがない。ともかく伊藤としては、面目を保とうとして必死だったのだろう。訪論には伊藤本人も来るという。その後何とかやり取りの中で自信がなくなってきたからか、検証会側から訪論テーマを5センチ方の発言徐々に変更する馬を申し入れてきた。妙観光側はこれを受け呆れてあげ、訪論の日時も検証会側の希望を入れて最終的に7月6日の土曜日と決定した。妙観光側の小川氏と斉藤氏は仕事の段取りも、つけた上で、羽田から札幌までの空港券も買い、その日にそれと備えた。ところが突然、検証会側から伊藤副教学部長の都合が悪くなったので、今回は中止し先延ばししてほしいと言ってきたのである。妙観光側からもう航空券も買ってあって、キャンセル料も高くつくとして、一方的な中止、申し入れを責めたが、検証会側が伊藤の都合が悪くなったの一点張りで結局中止、どこまでも身勝手な連中である。しかし高いキャンセル料を払うくらいならと、小川斉藤両氏は札幌に行って地元の行員と共に釈明活動することにし、7月6日当初の予定通り札幌に着いた。そして翌7日の夕方、検証会札幌会館にほど近い、駅前で検証会員を見つけて釈服していた時のことである。それを聞きつけた検証会員が会館から飛び出してきた。
最初の2、3人から4人、5人、10人、20人とどんどん検証会員の数が増えていき、最終的には30人近くの会員が2名の妙観光を取り囲んでいた。そしてなんとその中心になっていたのが他らの伊藤だった。都合がつかなくて訪問を中止したはずの伊藤が東京から札幌に来ていたのである。30人近い集団とともに場所を駅前ロータリーのある側に移動し、そこでも2人の妙観光員を大勢で取り囲み、伊藤1人が大声でわめき続けるという異様な光景が展開された。妙観光側が伊藤に都合がつかなくなったと言って訪問を中止にしながら札幌に来ているとはどういうことか。伊藤さんは訪問から逃げたと確定する馬を告げると、逃げたという言葉に過激反応した伊藤が、逃げてない、本当に都合が悪かったんだと大声でわめき続ける。さらに、騒動から1時間半経過した頃、こんなに時間が取れるなら訪問だってできたはずではないかとの追及に、伊藤は本当は懇悔をするはずだったんだ、それをお前らのためにできなかったんだと、これまで大声で終始鮮明な弁明。すでに2時間半を過ぎており、この異様な光景についに警察官も駆けつけてきた。そして双方から事情を聞いていたが、30人でたった2人を取り囲み大声を出しているのは検証会側なのだから、検証会の部が悪いのは当然である。警察官は検証会の悪評判も知っており、何されるかわからないから気をつけるようにと妙観光員にいたわりの言葉をかけるほどであった。さて、この騒動の間取り囲んでいた30人もの検証会員らであるが、その、人垣の後ろの方ではなんと別の妙観光員らが彼らに笑みを渡して釈服していたという。なお、伊藤は5月19日の妙観光の女性3人が浅井松栄に訪問した際に、浅井が発した帰りたまえの音声録音音声を出せと迫ってきた妙観光側は、まだ個人には出せない、妙観検証会本部として申し入れするようにと突っぱねた。伊藤は個人的に聞かせろ、本当はないんだろう、1週間以内に聞かせなければお前らの負けだろうと盛んに探りを入れてくる。よほど気になっているらしい。この音声データが公開されるときは楽しみだ。最後に伊藤は帰りの飛行機の時間があるからと言って立ち去ったが、本を一時的に中止したり、嫌がらせには出てきたり、また勝手に帰っていくのだから何とも勝手な人間だ。ともあれ、こんな無意味な威嚇と上げ足というのを脳のない教学部では検証会もお先真っ暗であろうということでですね。もっとね、相手のことを思ってほしいですよね。ほんと、チケットまで取ってからキャンセルとか、普通にありえないですよね。最初からやんなきゃいいのにっていう話なんですけど。どうせはしゃぎできるんだから。はい、次、コーマの件いきまーす。妙観光から叩かれっぱなしの検証会が7月5日付、検証新聞に、暴力集団妙観光の狂気の実態という記事を載せ、見当違いな反撃を試みている。その内容を見ると、第1に半年も前の妙観光による暴力事件とやらを挙げているが、この行為は少し前に脱会、帰依した元検証会員で、検証会に騙され方法行為をしてきてしまったということにつき、自ら検証会幹部を追及しようとしたところ、突然写真撮影され制止しても止めないので、ついに感情的になり足蹴りに及んでしまったという。これを妙観光の組織の暴力体質などとするのは過敏な悪宣伝というほかならない。第2に、検証会員に案内されて検証会本部に入った妙観光員をことさら不法侵入だと非難しているが、そもそも一切衆生救済を挙げながら、自分たちの会館には会員以外は立ち入らせないということ自体がどうかしている。日蓮召集の寺院では、未入信者の来訪を排除することなどありえない。妙観光本部も確認したが、検証会員の訪問は大歓迎。
来たら徹底的に邪気を呵責して帰依させるのみ、帰依させるのみとのこと。これが覇者顕彰を挙げる法上のあり方だろう。最後に、5月上旬、顕彰会男子部班長と支隊長が街頭で広告文を配布中、洋館行員を自称する中年のバイクに追われ、暴行を加えたばかりか、危険運転で威圧をかけ続けられ、威圧を加え続けられ、現在警察が被害届を受理して捜査中との記載。だが、そもそも洋館行では全く心当たりがないそうだ。過去には検証会は洋館行に法議論争で問い詰められた際、いわゆる元富士事件なるもの、かっこ妙観光を自称する男たちにより監禁暴行に加え殺人まで起きた可能性があるとしてきた。検証新聞紙上などで大騒ぎした虚構の事件を、喧伝した前歴がある。今回またも妙観光から追い詰められて同じ轍を踏むのかが注目される。検証会会長浅井翔英は、洋館行の女性行員の職務から逃亡するという醜態を晒し、これを嘘で固めた言い訳で、ごまかそうとしたものの、破綻してしまった。もはや、浅井が名誉挽回を図るには、敗者は勝者の弟子になるという明快な条件のもと、大草大高頭との放浪に出るしかなかろうっていうことでですね。はい。いやー、面白いですね。もう結局ね、検証新聞っていうのは嘘だらけなんですよね。本当のことも書いてはあるんですけれども、なんですかね、もう、比率で言ったらやっぱ嘘の方が多いんですよ。なんでね、検証会員の皆さんはね、早くこのことに気づいてですね、戻ってきてほしいなと思いました。本日の動画はこれで以上になります。本日はご視聴ありがとうございました。